はい、レオンです。今回はね、HK ウルトラワンのね、機能紹介の方ちょっとやっていきたいと思います。ちょっとあの長くなるといけないんでね、まず右側のこのダイヤルクラウン押すと、あ、これ押しても何もつかないんだけど、この下のこれ何ていうボタンだったかな、忘れたんだけど、これを押すと電源がついて、でもう一回押すと消えるんですよ。で左にスワイプでこのショートカットメニューですかね、今プレイストアと電話の方が表示されてるんだけど、で右にスワイプでこのスタートボタン、このダイヤルプランを押した時と同じようなこのメニューが表示されるんで、で上にスワイプでこの設定画面、あの iPhone のコントロールセンターですね、みたいな Wi-Fi とか、これ Bluetooth、こうやって今設定してるんだけど、接続この iPhone X に、この渡辺真由越しの iPhone3 ってなってるんだけど、まあいろいろで、右がこれあのモバイル通信だけど、 SIM が今入ってないから、でこれが通知とかですかね、アラームですか、音の、これはバイブ、これが普通の音が鳴るやつですかね。でこれがナイトモードですかね、これは音なしでサイレントモードかな。でこれが真ん中が太陽のマークが明るさ調整、なってるんですかね。これ一番これでできないから、でこうやってマックスまでやるとこういう感じで、あまり明るくするとこれあの電池食うから、これ Wi-Fi とかにやると、前回の DT ウルトラ2でも同じなんだけど、電池の消費が激しいんで、で右がボリュームの大きさですね、最大でこうやって、で左が一番下の左、これ飛行機のマークがこれ機内モードですね、こうやって、で真ん中、これ右がウルトラセービングモードって書いてますね、これ OK、 全部カットになるのか、あ、これ長押しで解除できるのかな、で真ん中がこの歯車のやつが、これ設定画面、ネットワークとか Wi-Fi とかいろいろアクセサリーとかって、こうやってモバイルネットワーク、アクセスポイントとテザリング、こうやって Wi-Fi にしたい場合はこうやって候補が上がってくるから、でモバイルテザアクセスポイントとテザリングってやつですね。Wi-Fi アクセスポイントとインターネット接続やコンテンツを他の端末と共有しない。Wi-Fi ホットスポットセッティング&ユーザーマネージメントって書いてあるね。Bluetooth テザリング、スマートフォンのインターネット接続を Bluetooth で共有する。こちらは下のアクセスポイントとテザリングを使用してモバイルデータ通信により他の端末にインターネット接続を提供します。アプリを使ってアクセスポイントを作成し、コンテンツを近くの端末と共有することもできますと書いてますね。で下が機内モード、接続済みの端末とかこういったアプリと通知、こうやって電池 92% で、前回のフル
あと約5時間50分って書いてますね。は持つということで、前回のフル充電29分前、フル充電以降の画面の電池使用状況 19M って言うと19分ってことかな。電池管理、電池残量ステータスバーに電池残量を表示する。これをオンにしないと表示されないんで、スリープモードって書いてますね。電池の使用状況データは概算値であり、使用状況によって異なりますってこと。これは何だ、これはパワーオン、パワーオフ、ちょっと分からない。オーディオ、プロフィール、初期全般、サイレント、バイブレーション、ストレージが、これ 32GB もあるんで、今 14.85 を使ってるんで、ストレージマネージャーっていうのをオンにしてるのか。写真と動画を削除、ストレージの悪用量を増やすためストレージマネージメントマネージャーをバックアップした写真や動画を使いの端末から削除します。セキュリティステータス、 Google Play プロテクト、前回のこういうのですね。セキュリティアップデート、アップデートなんかもやらないといけないのか。デバイスを探す、画面ロックなし、位置情報、パスワードの表示、端末管理の、これも、ちょっと、ユーザーアカウント、ちょっと見せれないな、アカウントが載ってるから、緊急、アカウントつい、緊急情報、自動的にデータを同期。Google、 あ、これも失礼ない、アカウントが載ってるから。システム、言語と入力、仮想キーボード、日付と時刻の自動設定、タイムゾーンの自動設定って書いてある。ネットワークから提供されたタイムゾーンを使用する。24時間表示オンにしてるんで、バックアップオンにしてるでしょ。 Google バック、これもアドレ、あ、ID 載ってるから、こういう感じで。リセットオプション、Wi-Fi、モバイル、Bluetooth をリセット、アプリの設定をリセット、すべてのデータを、これはやらないでいいから。端末情報、ワイヤレスアップデート。これ、次やろうかな。端末の状態、電池の状態、充電していません、ね。電池残量 91%、SIM のステータスとかね、いろいろ、こういった。IMEI 情報、IP アドレスとか、Wi-Fi マップアドレス、Bluetooth アドレス、シリアル番号、稼働時間、モデルとハードウェア、モデル HK ウルトラ1、こういう感じで。システム、モアってなんだ、オートアンスワー。で、長押し、なんていうか、これは終わったかな。これ下から上は通知で、でこれ今スヌーピーになってるんだけど、壁紙の種類がね、これがスタートなんで、これは押しても何も変わらないっていう。1、これでも変えれるんですよ、こうやってこのダイヤルクラウンでも。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、これカスタム入れて11、これね、こうやってやってるとこ、こうやってや
こうやって動くから勝手に。これを刺したくない場合は長押しで、これ下に鍵があるでしょ。これは OK のボタンなんだけど、鍵があるでしょ。今鍵開いてるっていうことで動くんだけど、これを押すとこれロックっていうことで鍵を閉じてるっていう状態でやった場合、これ動かないようになるんですよ。ロックするんですよ。で次にやりたい場合は長押しで、これも定番でね、これも変わらない。下にこれウェンズデー曜日水曜日で31日ってなってますけど、これ上がいろいろボタンを押すとスポーツのやつとかアラームですかね、これが音楽で、これがこの色が変わる。11分、こうやって長押しでスヌーピー、こうやって長押し、これも色が変わらない。これはバッテリーの数字とか、これを心拍数押しても変わらないですね。これは時間と、デジタルとアナログ両方針が表示されてますね。でこれも色が変わる。日にちと31日、ウェンズデー、これアプリがないから、ハローツスリープラスとかはね、アプリで壁紙変え、ウォッチフェイス変えられるんだけど、これ多分ダウンロードするんじゃないかな。前回変装したの DT ウルトラ2もアプリなかった。あれはアプリあったか。これアプリがないから多分ダウンロードするんじゃないかな。ウェンズデー31日。これはちょっと色が違うタイプのですね。これも同じくウェンズデー31日ってなってるんだけど、これもウェンズデー31日。これをいいですね。これもね、面白い機械のやつ。これも似たような感じで。これは歩数ですね。2024年7月31日って表示されてますね。18時20分。で、これがカスタムのやつ。これ変えたい場合はね、これに関しては、この歯車のやつを押すと設定の、取ったやつ、これが一応デフォルトのやつなんだけど、これ。ウェンズで7月31日18時20分で、自分の待ち受けにしたい、写真にしたい場合はこうやってこれ高橋樹なんだけど変えたりできるんで。だとね、これをね、設定でこうやって明るさとこうやって、これiPhone にもあるやつですね。下がなんか音楽か、これが通知ですかね。音量いろいろ変えるんだ。アラームのボリュームかな。で、下が何かな。これは音楽のかな。で、一番下が電話の受話音量ですかね。明るさはちょっと、あとはいっぱいあるからね、
これが電話でしょ？で、これが、なんかな、メッセージ。これカメラ次やるから、こうやって映せるから、カメラは別で撮るから、あ、間違えた。下がアルバム。これミュージックなんだけど、流せんからね。で、これがなんだ？これはインターネットのか。で、連絡先ちょっとやってしまったから、これは通話履歴。で、これがアラームですかね。で、これがストップウォッチか。開始。リセット。ハローチスリープラスは画面変えられたんだけど、これ録音ですね。録音を別で撮るか。これがさっきの紹介した設定画面。で、これが、なんだこれ。オンオフラインのようです。 Google アシスタントを利用するにはインターネット接続が必要です。 接続を確認してもう一度お試しください。で、これがカレンダー。Google カレンダーですね。で、これが Google Go って書いてますね。こういった感じで。で、これが計算機。電卓。あれなんだ。これが電卓で、今の電卓のやつは、で、これがし、なんだっけな、ちょっと電話鳴ったからね、どこまでやったんだったかな、心拍数。で、これが変えられるやつなんで、こうやって。これは何だろうな。で、下がいっぱいあるんでね、これがウルトラセービングモード。これちょっとわからん。で、これはフェイスブック。で、これが電話。メタ、なんだろう、これもこれパンドラなんとかって書いてある。これは TikTok。 こういうのは別で紹介するから。これが、なんだろうな、ちょっとわからない。テレグラムってやつですか。で、これがドライブ。これが Google ドライブ。で、これが、これ俺が入れたやつなんだけど、Google ドライブとか。これはね、ドロップボックスっていうやつですね。クラウドのやつですね。こんなもんでしょうか。で、あとこの画面の方なんだけど、ここでホームボタンの方でこれで変えられるんで、これ、あ、これやったかな。ここファイルエクスプローラーって言うんですね。オーディオ、イメージ、動画、ドキュメント、アプリケーション。このホームボタンで変えられるんで、今これ一番左、これですね。で、次に、これでも、これが最初のやつで、で、次これ、これにした場合、これ。これ。で、次これ、リスト。こうやって。で、これでもいいし、できるし。で、こうやって、これを縦にこうやって、
これって、で 2×2、 7×1、 こうやって、でサークル、これですね、こうやって、でこれ最後、これこういう感じで変えるって言ってる、こんなもんだろうか。あと音楽も紹介してなかったな。音楽はこれですね。スタイルちょっと普通のに戻しとこうか。こんなもんだろうか。これ音楽なんかないんだろうか。あるな。これが音楽ね。はい、こんなもんだろうな。はい、今回ね、この HK ウルトラ1のね、機能紹介の方をやってみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイ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 。ちょっと時間的にね、6時半、もうちょい撮れるかな。はい、失礼します。